警戒レベル4において従来の避難勧告は廃止となり、避難指示に一本化されました。市町村から警戒レベル4の避難指示が発令された場合、速やかに危険な場所から全員避難してください。高齢の方など避難するのに時間がかかると思われる方は、警戒レベル3、高齢者等避難の発令で危険な場所から避難してください。例えば行政が指定した場所への避難、また安全な場所にある親戚や人宅への避難、同じく安全な場所にあるホテル旅館への避難、そしてハザードマップ等で自宅の安全を確認した上で、例えば上の階、2階、3階に移動する避難があります。避難するにあたり、普段からどう行動するか決めておく必要があります。